テラビジョン。パリに着きました、はい、この落書きの見て感想、うん、綺麗な紫ちょっと冒険しに行きたいと思います。パリ散歩でございます。おお。見てください建物。おお。っていうか天気めっちゃいいな。はい、僕が生まれ育ったストリートでーす。嘘でーす。なんかすごいところに来ました。すごくない？なんか。ああ、すごい見えるでしょ。ここだとセリーヌヘアピンということで戻ってきました。お客さんがちょっと目があったら挨拶しようと思います。みんな待ってます。はい、帰ってきました。Hi Senna's fans. He's crazy. He was taking off my leg hair. はい、ということでライブ終わって、打ち上げということで、フランス料理のレストランに来ました。I want this picture. Toast, ham, and cheese toast.A big pizza. Yeah. One. Yeah. For one person. In America, a sharing. Yeah. Yeah. And the ingredients are good. You're wondering how many people came today. About. Television.はい、ということで今日はですね、パリ観光に来ました。全然移動日でオフじゃないんだけど、まあちょっと隙間を縫って、そして見てください。おー、いいですね。はい、あれがデュビディ橋。はい、こちらがセーヌ川でございます。スキット降りはしない色でございますが、こちらがセーヌ川です。ノートルダム大聖堂です。パレース。いやー、めっちゃ楽しい。うわー、やばくないこれ。近くに来るとまた絶景です。あー、ワールドツアー最高。はい、ということでカフェに来ました。これから朝ごはん食べたいと思います。さっぱり朝ごはん、さっぱりごはん、こんな感じ。クロワッサンとフランスパンかな。いただきます。禁断のバターとイチゴジャム合わせ技でいきたいと思います。近畿こそ至高、近畿があるから人生は豊かになるのだ。バイセナできました。近畿パン、テラビジョン。今からイギリスに向かいます。めっちゃ広い。
ハリーポッターとかのパンとか作るの？海の下を通るのかな、だいたい2時間ぐらいで着くっぽいです。ユーロスターっていう新幹線みたいなのになってますね。ロンドンです。ロンドンに来て思ったのは、すごいなんか日本となんか結構近しきところ、車のハンドルとか車線とかね、見てください、いろんなこうショップがある中を見ていくと、あれあれれー、はい、明日のライブハウスでございます。なんとジルカって名前が入っております。サブウェイもあるよ。店内はこんな感じになってます。めっちゃおしゃれ。頼んでいたやつが来ました。フィッシュ&チップス食べてみたいと思います。まだ来てない。みんなビッグベンを見に来たよ。だらー、まさにコナンの舞台。このツアーでも見たいものがいっぱい見れてて、でなんかライトアップすると綺麗みたいで、この時間にわざと選んでここ来ようと思って来たんだけど、イエーイ、オーマイガーシ、やっぱライトアップされてめっちゃ綺麗になってきてる。夜景が綺麗だ、すごい楽しい。やっぱ夜が似合うね。本当はね、ロンドンでね、着替えての観光したかったんだけど、衣装とかスーツケースを積んでいる車の到着が遅れてしまってね、着替えられなかったんだよ。はい、まあでもこれはこれでいろんなところ回れたしいいかなと思います。今日の会場です。ここまで客席です。こんな感じであるというね。で今日はね、あのオープニングで、地元のバンドが一つねこう出てくださるってことで、ちょっと機材がでドラムが2個並んでてみたいな、でそのバンドが最初にやって終わったら僕らの出番になるっていう。ご飯食べてからめっちゃバタバタしてたけど、ついに返信完了しました。今は、ミート&グリーティング前でちょっと時間に取ってます。はい、ではメンバーに突撃してみたいと思います。なんで僕真ん中にいるの？ということで今日も頑張っていきたいと思います。Do you like Jiruka? Yeah! More than your friend? Yeah! More than your lover? Yeah! More than fish and chips?みんな体力の限界でもう死にかけです。やっとの思いでピザ食べてます。バイバーイ。
テレビジョン。はい、今ロンドンの空港にいますが、チェックインする手続きがあるんだけど、それが全然終わってなくて、もしかしたら間に合わないかもしれないっていう感じになっております。やばい、間に合うのか。単純にマネージャーが映ってる。メンタレクションオフィスに向かう道です。すごいでしょ、無数の、何これ、電気、これ何なんでしょうか。なんかすごいぞ、泳いでる人たちが泳いでる、カヌー。これがスペインか。レザレクション用に宿泊するホテルに来ました。でね、ホテルの近くにはもうなんかこう海を越えて、こう見えるかな、こうあそこでちょっとピカピカ光ってるの見える、ほらもう会場があるので、音が聞こえてくるの、聞こえてるかな、すごくない、こうやってこんな感じで音がめっちゃ聞こえてくるの、ホテルの近くまで。はい、ということで、今日はですね、なんと、ね、レザレクションフェイスの、なんかまあパスとかを受け取りにね、ちょっと前日なんだけど会場に来ました。今はちょっと聞こえるか分かんないけど、ブリングミーがライブやってるみたいです。明日は僕ら同じステージに立つということでね、下見がてら今来ました。メンバーもいる。はい、今こんな感じです。見えるかな、ここでやるんだよ。はい、今 MC だ、見たいよね。やばい、いいね、めっちゃいい感じ。はい、ということで今日はレザレクションフェスでございます。いや、ついに来たこの日なんですけれども、今はね、ホテルでメイクを済ませて、でもうこっち移動してきて、もうすぐもうちょっとしたらセッティングみたいな感じでちょっと回ってみようかなって思います。もうそれぞれのこう控え室があります。でね、今日はね、外めっちゃ寒くて、さっきまでちょっと雨降ってたんだよね。なんだけど今は止んでるかな、やんでるっぽい。見て、6月なのに EGM パーカー来てんだけど、やばくない？もう7月だよ、なのにこんなめっちゃ寒い、普通に寒いよ。そんな感じでバックステージかな、まあ、ああいう感じでね、運び入れるだけみたいな。ドラムセッティングとかしてると時間がかかりすぎちゃうから、ああやってね、フェスとかはね、ああいう感じでやるんだ。めっちゃバイキング、普通のバイキングです。フェッシュ、うーん、おー、美味しそう。設定をする大佐です。なんか真面目にやってるね。これそうだな。気合入ってる。見て、取り放題、協賛レッドブルです。No, no, 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 no.
本番前見に行く？まだお客さんが集まりきってない。ということで、今レゾレクション終わって楽屋に帰ってきました。いやマジでやばかった、マジでやばかった。いや今終わってから多分5分ぐらいの時かな、撮ってるんだけどマジでやばい。多分ちょっと映像多分撮ってると思うから、この Vlog では切れてるかなと思うんだけど、途中さ曲、こういうねフェスの盛り上がってる様子を思い描いて作った曲があったんだけど、その曲がその通りになってて、もう本当に感極まりそうになったんだけど、あ、ここまだここじゃないと思って耐えた。いやー、大佐がずっと生きててよかったって言ってるし、終わった後にメンバーみんなで、あの素でみんなでこうさ素でメンバーが悦に浸っております。うわ、悦に浸ってるねー、悦に浸ってるねー。いや、あれどうだった？ジルカって、いや、あれ怒ると思わなかったね。うわ、出た最高です。普通にさ、素でみんなでタッチしたもんね、バン終わった後ね。現場からは以上です。はい、最下に4人あー、へい、友達になったすごい Thank you, bye bye bye、yeah.関係者がみんな喜んでくれてる。はい、めっちゃ映り込んでる。このでかいバスに乗って移動します。はい、ポルトガルのホテルに着きました。バスで、スペインから移動して、そのままでちょっとしたらメイクをして会場に向かうみたいな感じです。今日もフェス頑張っていきたいと思います。バイバイ。街並みがこんな感じです。ちょっと日本っぽいのかな。バイバーイ。はい、カフェに来ました。もう、ね、やばい、読め、英語で行こう。チェックアウェイ。あ、こうやってチケットが出てくるんですね。はい、行ってきたいと思います。美味しそう、美味しそう。あれにしよう、これコーヒーを作ってくれてます。はい、今日はポルトガルでフェスでーす。今準備を終えました。やばくない？はい、今日はここでーす。おお、ベビーメロ、あー欲しいかも、レンキンパーク。いやー、今日はほんとバスの移動だったから、バスでしかてか寝てないんだけど、めっちゃ元気。なぜだ。
あんまり映せないけど裏側すぎた裏側すぎた音響さん側の方でなんかちょっとトラブルがあったみたいで、なんか急遽一曲削らなくちゃいけなくなって、でこの後はね、なんか僕が、なんかインタビューなんだ質疑応答方があるみたいで、ちょっとそれを言いに行かないとなーっていうことで、はい、フェスの食堂に来ました。僕は第1陣はこれです。ここから第87陣まであります。辛飯鶏肉なのかなと、パスタと、なんかオリーブの、なんかと、な、な、と、な、ポテイト、はい、終わりー。リッチを映してみましょう。すん何その、その顔なり海外ですか、うん、あ、海外っぽい、それ海外なんだ。リッチが、リッチが思うポルトガルだそうです。うわー、首黒男がいます。首黒に、そのな、ニヒルの話題やめてまずは鶏肉から。確かに美味しい。リッチョが言った通りだ、美味しいよね、ポルトガル料理。何これ、イカタコ、イカか、何これ、キノコ、キノコっぽくね。じゃあキノコ食べれるわ。キノコ、キノコ、ちなみにこれキノコらしいよ。キノコ、キノコ、うん、ほんとタロケ。あー、なんだキノコ、キノコ、これ魚食べれるようになったのかな。野生のジェンが現れた。盛り方綺麗。マジ、ブちゃんが認めた盛り方です。お母さんにやってもらった。お母さんにやってもらった。自分でやりました。じゃあ今日お母さん来てない。お母さん来てない。 What happened? え、no. No, What? You can do it. Why that? ということで、ミート&グリート降りました。はい、今はライブが終わって、みんなでご飯を食べに来ようということで今道中です。打ち上げ、おお、なんか駅かな、なんか現れた。みんなの、僕も含めてみんなの観光客ぶりがすごい。みんな撮ってる。ストーリーにでもあげるのでしょうか。なんか来た。やばい、みんな、みんなが光り当てる。みんなが光り、みんなが光り当ててる。みんなが光り当ててる。なんだなんだ、マジマジでやばい。撮ったるわもうこれ。何、なしてんねん。今日はオフということでちょっと遊びに来ました。なんかピンクストリートっていうところがあって、まあ、まさにセナなんじゃないかってことで、はい、こんな感じのストリートになっております。サングラス案件だった。ホテルからさ、めっちゃ曇ってたからさ、今日いらないかなと思ったら、おっ、スケーター。はい、そんな感じで、ここがピンクストリートでございます。道がピンクになってるっていう。
ね、こんな感じで。はい、セナの道でございます。たらー、ありがとう。こんな感じでピンクストリートでみんなでご飯食べてます。本当のグラタンだそうです。なんかポルトガル日本語が多いから、これもこのチキンもなんかピリピリソースみたいな名前で、ピリピリって日本にもあるじゃん、多分それと一緒、本当に辛いみたいな意味で使われてる。はい、いただきます。ピリピリ、これはローストチキンかな。あ、でも美味しい。はい、じゃあピリピリ海鮮パスタいただきます。エビめっちゃ美味しい。うまっ、うまっ。これはピリピリステーキ関係ない、普通普通ステーキ。いただきます。はい、では本当のグラタンいただきます。何が本当のグラタンだよ。いや、そんなね、グラタンと変わるはずないんすよ、こんなの。何が本当の。本当だ。そんなだろ、そんなだろ。ただのチーズと芋じゃねえ。なんすかこのエビ。いや、こんなエビがね、美味しいはずないんすよ。食べてみますか。いや、本当に美味しいな、これ。美味しい。ベルケベルケ。はい、使いました。こちら多分美味しいです。フェロミション。朝ごはんを食べたいと思います。スペイン経由のトランジット間3時間という我々に与えられた唯一の楽しみ。ミスドだ。リチョがミスドって言ってます。11ユーロはだけよなってブちゃんが言ってます。あ、俺ベーコンにしよう。いいじゃん。あ、いいじゃん、同じようにしよう。はい、買いました。レジの近くにあったから買ってみた。で、アイスもらいました。チェックしてます。ジュークジュンです。何、何ですか。はい、どうも、ズナです。何水 AC。 はい、ということで映え水買ってしまいました。謎に映え水映え水みたいに言わないで。今から LA に行きます。で、こうやって、うん、やると LA おしゃれ。